現場の西山さんと西。阿部君。はい。西寄せましょう。5月6日ラーメン西山屋天気予報の時間です。はい。アリス。アリス。じゃあ空見ましょうか。はい。どんな感じですか。晴れそうですね。今日の天気は曇りですね。曇りですか。今は晴れていますが、朝の8時ぐらいから曇りになります。はい。でずっと曇り。はい。で最高気温が27度。はい。最低気温が16度ってことですね。はい。まあ今日は、まあ5月の天気って感じですね。そうですね。まあでもちょっと暑くなるかもかったですね。そうですね。暇でしたねなんか。今日しますね。日曜日だったっていうのもあるし、なんか連休の最後の前日っていうのもありますよね。そうですね。それもあると思います。今日が最終日。はい。出ていくの。そうですね。で今日は夜9時で終わりですね。はい。で今朝までやったから、まあ、振り返りで。月曜日が9時まで、ね、9時までって感じですね。どうですか、これ普通ですね。です何も特にないですね。何もないですか、はい、練習してみたいな感じです。ラーメン屋さんはあんまりゴールデンウィーク自由はあんまりなかったですね、まあ、飲食店はそうですね。そうですね。他のところなんか忙しいみたいですね。あ、そう、忙しいところ忙しいですね。なんでうち暇なんですか。わかんないです。平和って感じですよね。平和では平和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 ですね。でも今日はなんか変な人が多かったですね。なんか思いません。ああ、季節中心多かったですね。なんか普段来ない方な人が結構来てるのかな。まあなんかあんま見ない人が多かったですね。そうですね。そんな感じですか。そうですね。じゃあラーメン西山屋天気予報。アリス。アリス。